記者の皆さんにはお集まりをいただきましてありがとうございます。まずはじめに、昨日報道発表させていただきましたとおり、一昨日市内の医療機関におきまして、17歳の女性へのワクチンご接種がございました。3回目のワクチン接種にモデルナ社製を使用してしまったというものでございます。17歳の女性の容態でございますが、昨日は微熱があったようでございますが、現在は熱も収まっているとのことでございます。なお、市内の個別接種医療機関に対しまして、年齢等の接種要件確認を徹底をしていただき、ご接種の防止に努めるよう改めて要請をさせていただきました。要請をさせていただきました。次に、先月から市民の皆さんにお願いをさせていただいております節水についてでございますが、最近の降雨によりまして、多摩川ダムの貯水率は本日9時現在で80.3%となっております。平年に比べるとまだ10ポイント以上低い状況でございますので、市民の皆さんにはご不便を大変おかけをいたしますが、今しばらくの間、節水にご協力をいただきますようお願い申し上げます。それでは記者発表に移ります。本日の発表事項は、新型コロナウイルスの感染対策の徹底について、音幕の開催についての2点でございます。まず、今治市の新型コロナウイルスの感染状況についてでございます。残念なことではありますが、6月下旬から増加し始めた感染者数は、その後も増加を続けております。昨日の発表分では185名と過去最多の感染者数が確認され、本日の発表分も150名を超える数となりそうです。こうした状況を踏まえ、県におきましては BA.5 対策強化宣言を近々にも発令する方向で検討が進められているようでございます。特に大勢が集まるイベントでの感染対策の徹底、高齢者の感染リスクの高い場所への外出の自粛、飲食店への換気徹底の要請などが予定されていると伺ってございます。本市の7月の年代別感染者数は、50歳未満の方が全体の約75%を占めており、中でも20歳未満の方の感染も大変多くなるなど、若い世代で感染が広がっているようでございます。3回目のワクチン接種がまだお済みでない方は、十分な接種体制を整えておりますので、夏休み中の接種をぜひご検討ください。また、60歳以上の方や基礎疾患をお持ちの方などにつきましては、重症化予防のため、お早めに4回目のワクチン接種を、さらにはお盆に帰省される方、帰省されるご家族を迎えられる方は、ご家族のためにもお盆前のワクチン接種をお勧めをさせていただきたいと思います。本市の医療提供体制につきましては、医師会をはじめとする医療従事者の皆さんのおかげで、現在のところ逼迫する状況にはなってございませんが、感染者が累増をするこの傾向が続きますと、外来患者や自宅療養者の増加等により、決して油断できない状況となります。このような状況を踏まえ、先日、医師会、保健所、今治市並びに今治消防の皆さんが緊急会議を開き、第7波の感染拡大への備えのため、新型コロナの重点医療機関と救急病院の連携等について改めて確認をしていただいたようでございます。市民の皆さんにおかれましても、感染回避行動を徹底していただき、医療提供体制の維持のため、
ご協力をお願いできたかと存じます。加えましてお盆に向け人の往来も一段と多くなることが予想されます。お盆で帰省した友人や普段顔を合わせない親族等との会食は特に注意をいただきたいと思います。またこれまでも何度もお願いをしてまいりましたことでありますが、会食ルールの徹底、必要な場面での正しいマスクの着用、手指消毒、こまめな換気、3密の回避など基本的な感染対策の徹底につきましては引き続きよろしくお願いを申し上げます。なお市内16カ所で PCR 検査や抗原検査を無料実施しております。発熱、咳、喉の痛み等の症状がなく保健所等から濃厚接触者の指定を受けていない無症状の方はどうぞご利用ください。お知らせの2点目は、今週末8月の6日7日の開催が予定をされている今治市民の祭り御幕についてでございます。8月1日の御幕政府部会長会におきまして、3年ぶりとなる今年の第25回御幕が予定通り開催される、そういうふうな報告をいただきました。主催者からは万全の感染防止対策を講じながら実施する、各種イベントは一部を縮小注視して実施するということを伺ってございます。具体的には踊り、高校生イベントは縮小、岡山理科大学軽音楽部のイベントは中止といった内容のように伺ってございます。新型コロナの感染拡大により愛媛県におきましては7月の12日から感染レベルを感染警戒期、特別警戒期間に引き上げており、また先ほどもお話をしましたように BA.5 対策強化宣言の発令も想定される中で、この期間におけるイベントは3点の要請をいただいてございます。その一つは、主催者はマスク着用、手洗い、消毒といった基本的な感染対策に加え、誘導見回り、注意喚起などの3密回避対策の強化と参加者への効果的な呼びかけを実施すること。2つ目、参加者はイベント参加時の感染回避行動を徹底すること。3つ目、市町は主催者への注意喚起と参加者への呼びかけを実施すること。この3点の対策を徹底した上で実施することが求められてございます。このため今治市から主催者に対しまして、体調チェックや検温等の基本的な対策や踊り連の人数や運行エリアを縮小すること、イベントの中止や縮小を検討するとともに、実施するイベントも掛け声や発声などを禁止することなど、主催者に求められている対策を徹底するよう強く要請させていただいてございます。また開催にあたりましては、今治市としても可能な限り感染拡大防止に協力することといたしております。祭り当日は主催者側で対応する感染対策の呼びかけとは別に、県今治市局や今治市教育委員会とも連携し、会場や周辺部の見回りを実施いたします。今治市役所が出演をさせていただきます。市役所踊り連は参加者を大幅削減し、踊る際には横断幕等を掲示をし、感染対策の呼びかけも合わせて実施をさせていただきます。例年会場整備、踊りや花火の観覧者への注意喚起などに総勢300名以上の職員を動員してございますが、県からの要請内容も踏まえ、今年は特にコロナ対策としてさらに100名程度の職員を増員をし、県と連携してバックアップする体制といたしております。
特に音幕花火には大勢の方が集まり、密の状態になる恐れがございます。どうかマスクをきちんとつけていただき、飲食等を控えていただき、歓声を上げずに静かにご覧になっていただきたい。なるべく人の密集していない場所で見ていただきたい。今年は今治ケーブルテレビでの生放送に加え、YouTube での動画配信も新たに行いますので、これらをご利用いただいて、ご自宅でご観覧をいただくことも検討いただければというふうに考えてございます。加えて、音幕開催日にどんどびしばっち広場で開催される予定と伺っておりますが、第3回松本町大作戦についてでございます。こちらも基本的な感染対策に加え、来場者の特定、会場スタッフによる誘導、ステージ MC からの呼びかけを実施していただき、3密を回避するための対策を実施し、開催することに加え、今治市からも職員を派遣をして、見回りするなど巡回する予定でございます。最後に、市民の皆さんに重ねてのお願いでございます。音幕をはじめ、これから数多くのイベントが予定をされてございます。ウィズコロナ時代における新しい祭り、ニューノーマルの時代を切り開く先駆けとなるイベントとして、市民の皆さんのご協力をいただきながら、安全に運営されることが社会経済活動を円滑に進めるために何よりも重要であると思っております。イベント開催によって感染拡大が進み、医療逼迫といったことにならないよう、今一度市民の皆さんお一人お一人が感染回避を意識した行動をとっていただきますよう、ご理解とご協力を何卒よろしくお願いを申し上げます。発表事項は以上でございます。